秋です。今ですね、暑い。今、さっきね、映像でありましたけども、人参、展望台、あと、ホートガーだっけ、ってところを今見てきました。で、もうね、今から、また神谷荘に戻って、港まで送ってもらうんですけど、この神谷荘近くから、約1キロくらいなのかな、のところに、この、まあ、津堅島っていうのが、沖縄三線のね、まあ、生誕というか、なんかそのゆかりの地というところで、赤犬子っていう方がいらっしゃる、なんか偉人の方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方の、ね、石碑が、近くにあるということなので、今そこに向かって歩いております。そして、見てこの、のどかな風景。超チルチルでございますが、めちゃくちゃ暑いです。あれ、自転車が違う方向行った。これ場所間違えたかな。とりあえず、今から向かいたいと思います。マイクが反対側向いてるけど音触れてるかな。では行ってきます。あと500メートル、500メートルだそうです。なかなか結構歩いた感じするけど、さあ。もう少しでーす。はい、今歩いていたら自転車の後ろからなんかアーキーって声聞こえるなと思って、いや聞き間違いだろうなと思ったら、先ほどね神谷荘でライブした時にいたお客さんで、まあ終わった後にねちょっと自分のそのプロフィールカードをお渡ししながらちょっとだけお話しさせてもらったんですけど、そしたらその二人の方が今自転車乗ってて、アキさんって感じで、嬉しいですね。なんかこういうつながり、本当に。最高でございます、本当に。はい。もう少しで多分着くみたいなので、はい。頑張って歩いております。では、また到着したら。はい。やっと着きました。こちらでそうです。で、ちょっと今時間見たら、神谷荘に戻りたいのが2時半で、2時半で、今、時間が2時15分。見たらすぐに戻ります。時間がない。やばい、海超綺麗。すごい。どうもです。意外に距離ありますね。歩くと間違えたな。ありがとうございます。お疲れ様です。いやいや、すごいここ、めちゃくちゃ綺麗。生誕の地、シンヌクガマ。よいしょと、ここまで来たんで、しっかり見て、走って帰ります。よいしょ。ねえ、すごいパワースポットというか、ね、沖縄といえば三線、そういった方のね、偉人にまつわる場所だそうです。撮影していいのかな？一旦止めます。はい、というわけで、めちゃくちゃ、すごい海きれいな、スポットなのですが、本当に時間がありません。急いで。島通り頑張って急いで行きたいと思います。さあさあさあ、あと今度はねもう少し言って、いや海きれい見たい、もうちょっとだけど時間がない。はい、ということで、急いで亀屋荘に向かって行きたいと思います。半っていうかね、40分に出ましょうねと言ってましたが、絶対なんやかんやあるんで30分に着きたいなと思いますが、いや見てこの綺麗な空、そしてのんびりとしたこのシルな感じ、いいですね。ありがとうございました。ちょっとね新鮮な場所なのでちょっと映像をどうしようかなと思ったんですが、まあ、しっかりその細部というかそこから映さずに行きました。では画面切り替わって、はい、ということで、ここからスーパー早歩きで行きたいと思いますんで、ここから映像はなしで、
気づいたら神谷荘にいるかと思いますんで、よろしくお願いいたします。では行ってきます。さあ大切なもの持って旅に出ようよ、高まる想い夢描いて広がる世界楽しもうよ、ここから見える景色は何を感じるのだろう、両手広げてさあ地球を歩こう。物持って旅に出ようよ、高まる想い夢描いて広がる世界楽しもうよ、ここから見える。アーキーです。今へしきや港に帰ってきました。とても、素敵な、ロケーションでとても楽しかったです。また行きたいと思います。全然ね見て回れなかったところいっぱいあるんで、また津堅島行きたいと思います。津堅島から離れたのに今津堅人参サイダー買いました。飲んで帰りながら、ゆっくり帰って休みたいと思います。また次回津堅島の皆さんお会いしたいと思います。そして YouTube 見てくれた皆さんありがとうございました。ではまたね、バイバイ。